始まりました。ひっそりこっそりのお時間です。本日は座ってできるストレッチをご紹介していきます。それでは早速やっていきましょう。本日はお尻のストレッチです。片足を反対の足の上に乗せ、乗せた足の膝は外側に開きます。姿勢をまっすぐ保った状態で息を吐きながら体をゆっくり倒していきましょう。お尻の伸びを感じるところでストップしたら、その場で呼吸を続けていきましょう。この時体が丸くならないように、呼吸は止めないように注意していきましょう。10秒から20秒伸ばしたら、反対も同じように行っていきます。お尻のストレッチは腰痛予防にもなるので、ぜひ行ってみてください。